スティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、朝ではなくですね、お昼ですね、お昼のですね、ちょっと患者様の間に1時間空きが出たのでですね、はい、その間にですね、お話しさせていただきます。はい、本日よりですね、アンケートですね、アンケートの、質問というかですね、内容をもとにですね、動画をしばらく撮らせていただければと思います。はい、で今日はですね、ちょっとタブーに迫っていきたいと思っています。はい、タブーなお話、今までちょっとなかなかここ俺は避けてきたんですけども、ちょっとタブーなお話をさせていただければと思います。はい、ワクチンのお話ですね。ワクチンの話、これはですね、アンケートのですね、もう最初の方に答えていただいた方がですね、期待する内容というところで、まあ、お子さんにワクチンを打たないで迫害されない方法を知りたいというところでですね、いただいたんですけども、はい、ワクチンについてですね、なかなかこの場ではですね、あんまり言えるお話と言えないお話がありますので、まあ、お話しできる範囲でですね、はい、まずはお話ししていきたいと思います。まずワクチンというものですね。ワクチンというもののまずはですね、これはですね、中身がどんなものなのかっていうことをまず知っていただきたいっていうところがまず一つです。はい、私のワクチンの立ち位置としては、私の意見をですね、押し付けるつもりはありません。ただ知ってください、知らないで言われるがままに打つっていうのは私は間違っていると思います。まずは知っていただいて、そこから個人個人で判断していただきたいんですね。何でもそうです。テレビの情報が合っているのか、ネットの情報が間違っているのか、それはですね、個人個人で判断しなくてはいけません。どのような目的で、どんな人がどういう情報を出しているのかっていうことをちゃんと考えてください。それは日本人の本当に悪いところだと思います。テレビで言ってることが全て合っている、ネットで言ってることは間違っているとかですね、それぞれですね、立ち位置でですね、目的があって情報を発信しているんですね。それをしっかりですね、判断していただければと思います。はい、ちょっと話がまたずれてしまうのでワクチンの話いくんですけど、まずワクチンの中身っていうのをですね、しっかり調べてください。ワクチンの中身一部紹介しますと、一部紹介しますね。はい、水銀、アルミニウム、ホルムアルデヒド、アルデヒド、硫化アンモニウム。はい、わざと出しました、こういったものをわざと。はい、もう分かりやすいもの、字がちょっと汚いですけど、まあ、水銀、アルミニウム、ホルムアルデヒド、硫化アンモニウム、まあ、もうそれ以外にもたくさんあります。MSG と言われるですね、まあ、アメリカではすごく制限されている、まあ、グルタミン酸ナトリウムだったりとかですね、まあ、脳をですね、壊すものですよね。はい、まあ、こういったものが入っているっていうことをまずは知ってください。はい、わざと出しました、分かりやすいように。こういったものがまず入っているっていうことをまず知ってください。でそこでですね、中身っていうものがどういったものなのか、はい、あとは動物の、まあ、死骸から作られたものとかですね、はい、まずそれが入っている。でもう一つはですね、大きなことなんですけども、ワクチンっていうのはですね、義務ではないっていうことなんですね。義務ではありません。はい、任意っていうことなんですね。それをですね、知らない方がなんと多いことかということですね。はい、なんと多いことかです。はい、今日のお話はやっぱりですね、お子さんを育てられている方に対してお話ししたいことなんですね。母子手帳がですね、母子手帳通りにですね、スケジュール通りに何も考えずですね、子供に予防接種を受けさせているあなたですね、しっかりですね、ワクチンの中身っていうのを勉強してですね、調べてですね、でワクチンっていうのは、予防接種っていうのは義務ではないっていうことです。任意ということですね。はい、っていうことをまず知ってください。そこから自己判断するっていうところになるんですね。で、まあ、質問でいただいたところで、まあ、ワクチンを受けさせなくても迫害されない方法っていうのはですね、やはりですね、まあ、日本という国はやはり医師というのが医療の一番トップになりますよね。なのでやはりですね、まあ、医師ですね、理解のある医師に見ていただくことがやっぱり一番だと思います。はい、
まあ、ちなみになんですけども、私のですね、私の子供、まあ、うちの妻も共になんですけども、東京にあるですね、あの先生、東京にいらっしゃる先生に見てもらっています。東京ですね。東京の用賀にあるですね、豊池クリニックというところの高野先生という方がいらっしゃいます。はい、もしですね、そういうご興味ある方は調べていただきたいんですけども、私はですね、まあ、うちはですね、高野先生にお世話になっています。はい、これ以上は言いません。高野先生に相談させていただいております。そうすれば、まあ、今のところ問題はないです。はい、まあ、それで予防接種をですね、まあ、受けないことによってですね、いろんな問題が起こる可能性があります。はい、児童相談所のことだったりとかですね、例えば日本ではまだないですけども、オーストラリアではですね、予防接種を受けさせていない子どもにはですね、児童手当が出されないっていうようなですね、決まりができました。まあ、富裕層に関しては関係ないかもしれないんですけども、一般の方、児童手当が出ないっていう風になると、やっぱり予防接種を受けることになりますよね。で、予防接種はですね、まあ、何のために存在しているのかっていうところを、本当に予防接種のために存在しているのか、または何かのお金儲けになっているのかっていうところですね。はい、これに関してですね、やっぱりちょっとあんまりここではお話はできないところではあります。しっかりですね、やっぱり調べていただきたいです。いろんな情報があります。極端な情報もあります。はい、なのでですね、今日2つお伝え、これだけはここではお伝えできます。まあ、ワクチンの中身っていうものはこういったものが入っていますよ。あと、義務ではない、任意なんですよっていうところです。もしかしたら日本もですね、予防接種を受けなければですね、児童手当が出されないとか、予防接種を受けなければ小学校に入れさせないとか、そういったことが、そういったところにですね、なってくる可能性もあります。はい、あとはですね、まあ、これは事実としてですね、まあ、熱性痙攣ってありますよね。熱性痙攣、赤ちゃんがまあ意識を失って、本当に、ね、熱性痙攣を経験された親御さんはお分かりになるかと思うんですけども、本当にこう自分の子供がどうなってしまうのかというふうに思われるかと思います。熱性痙攣を起こす子っていうのは、まあ、予防接種をした子だけっていうふうに言われています。はい、こういったこともですね、あります。なので今日お伝えしたいことはですね、ワクチンが何なんですっていうことではなくてですね、ちゃんと調べてほしいんですね。子供を育てる親としてですね、自分の子供のためにですね、ワクチンはどういったものなのか、本当に必要なものなのかっていうことをですね、調べて考えてほしいです。そこでやっぱりお医者様ですね、先ほどお話した、まあ、東京の用賀にいらっしゃる豊池クリニックのですね、高野先生だったりとか、そういった先生に相談されるのもありだと思います。はい、もう一つお伝えしたいことは、家の近くの小児科を選ぶっていうのはですね、私はただただ面倒くさがりの親がすることだと思っています。子供のためでしたら、ちゃんとですね、信頼できるお医者さんにですね、遠くだろうがですね、連れていくのが私は本当だと思います。はい、そういったところでちょっと今日も長くなってしまったんですけども、ワクチン、ちょっとタブーなタブーと言われるですね、内容にはなかなかこの動画では踏み込みづらいのでですね、まあこういった話でまとめさせていただければと思います。はい、アンケートでご質問いただいた方、いかがでしょうか。このくらいでよろしいでしょうか。はい、まあ、この動画でですね、少しこう疑問を持たれた方っていうのは調べてみてください。そうすればですね、いろいろ情報が出てきますから、ご自身なりに考えて判断して、子どものためにですね、行動を起こしていただければと思います。はい、では本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。もしご質問等あれば、個別にご質問ください。そしたらいくらでも話します。はい、個別にメッセージいただければいくらでも話します。はい、またですね、ファスティングにご興味ある方はですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ご覧になっていただいてお問い合わせいただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。